では第3問やっていきますね。ただちょっと一つその前に告知させてください。え、勉強のことですか？いやいや違うんですけどね。よろしければまあちょっと体を動かしたいね、まあ受験生の方っていうね人もいらっしゃると思うので、まあ一応僕たちね、まあまあ隔週なんですけれども、まあ、フットサルとサッカーをですね、まあ交互にやってますと。ですからフットサルっていうのが一応男女ね、あの混合ミックスでやるようなものでございます。むちゃくちゃエンジョイでございます。まあサッカーはね、まあ男子限定なんですけれども、まあこれはもう男子限定でやると、まあ、いうことなんですが、ちょっとだけ、ね、ちょっと真剣に試合もしながらですが、まあ、一応ね、ちょっとあまり経験問わずね、参加していただけるようなレギュレーションにはしておるんですけれども、まあ、一応こちらはね、基本日曜日にやってるんですが、まあ特にちょっとね、まあ告知したいのがですね、まああのサッカー、7月20日木曜日、ね、はい、7月25日火曜日、8月1日火曜日、まあこんなガンバの格好してますけどね、大好きなジャンと、ね、倉田選手なんですけれども、はい、まあ実は試合があるのがセレッソのホームなんですよね。まあ大阪同士で仲良く、まあ、ニュートラルに、ね、していけたらと思いますが、一応ヤンマーフィールド長いというね、まあ、ヤンマースタジアムの隣にある、まあ、緊張じゃないんですけれども、フィールド長いと、まあ、いうところ、一応昔はセレッソ大阪のホームグラウンドでもあって、まあ、今でもね、立派な天然芝のピッチ、しかも夏休みですから、まあ、めちゃめちゃいいグラウンドなんですね。まあ、我々もね、なかなか社会人でやってますけど、こんなところでやれる機会ってないんですよ。ね、はい。よろしければですね、まあ少し体を動かしたいなとかいう人もね、来てもらえたらと思います。予備校の講師さんなんかでも参加される方もいらっしゃいますね。まあ一応、もしね、まあ参加される方がいらっしゃったらですね、まああの、はい、まあこれがメールアドレスになるんですが、まあこちらの方にメールいただくが、まあ一応僕がやっている社会人サッカーチームで北大阪サッカークラブというところがあるんで、まあ、これをホームページで検索していただいて、ね、まあそちらにメールを送っていただく、問い合わせフォームから申し込んでいただくことなんかもまあ可能になります。はい、まあ、一応これサッカーの告知ですけれども、1年のためにお伝えしておきますね。まあ、ちなみにフットサルの方はですね、まあ、セレッソ、またこれもセレッソなんですけどね、まあ、セレッソフットサルパークというところで、まあ、6月25日、これ2017年ですけどね、もちろん、はい、まあ、7月9日、7月23日と、まあ、いうことで、まあ、時間帯も、まあ、これが10時から12時と、まあ、いうところになります。まあ、これとこれは11時から13時と、まあ、いうところでやっております。まあ、連絡先は同じですから、ぜひ申し込んでいただければと思いますね。はい、受験生は多少割引が効くのでですね、まあ、ちょっとそういうところも、まあ、ついでに宣伝しておきます。で、まあ、こちら、時間書いてなかったですね。一応8時45分集合で、まあ、9時から12時と、まあ、いうところになります。1人当たりの出場時間は大体80分を予定してますので、よろしくお願いします。まあ、ぜひ振るってご参加くださいということだと。はい。じゃあね、まあ、こちらの解説の方をしていく。じゃあ、第3問ですが、何の変哲もない問題です。で、ね、まあ、2問やってみて、ちょっと感じてもらえたかもしれないんですけれども、難しいのって何か、計算違うと思うんですね。実は、あのね、答案とか生徒さんも見てて、ね、やっぱり図が間違ってるっていう間違い方、要するにもう土俵割れで間違っちゃってる可能性っていうのは非常に高いですね。だからまあ A さえ書けたらなんとかなるところがあるから、まあ基本的に僕はね、まあ、夢ナビのライブでも、まあ、ショートカットの公式集っていうのを配ったんですが、あれ知ってるだけでは戦えません。もちろんちゃんと図を書くっていうことがすごく大事でも、どこまで調べたらええんじゃっていうところはもう経験のところでね、まあちょっとカバーしていかなきゃいけないかもしれないんですけど、まあ、ある程度関数のねグラフの外形っていうのがパッと見抜ける人とそうじゃない人で差が出るかなというふうに思うんだよね。はい、
で、今までと違い、こいつらは境界線が2つなんです、2つ。ですから、こいつらだけで囲まれる図形なんですけれども、これもね、まあ、何も考えると、こいつが上だ、こいつが下を囲むっていう風に、なんか早合わせにしちゃう人がいるんだ。理由を聞いてみたら、X2 乗の係数が2だから、こいつより大きいから。ほんまかってな、思うんや。なんでかっつったら、X2 乗の係数がでかい方が、絶対グラフこうやって急に、このしゃくれたグラフになってんだよね。もうしゃくれちゃってんだよ、こんなにゃーと。で、X2 乗の係数が小さい方が広がってんだよね。にゃーんと。はい。で、こいつらで面積を囲んで作るんだぜ。どういう風に囲むと思う？しゃくれてるやつをこいつが貫通するんじゃねえかって考えられない。ってことは、この X2 乗の係数が弱いやつの方が上に来るんじゃないかと考えるのが、実は外形からすると自然なんですよ。ですから、そういう自然のイメージをですね、まあ、持てているかっていうことは、まあ、すっげえ重要だったりするんでね。はい。じゃあ、3番やっていきますね。よいしょ。OK。だから、まずは、どういう風になるか。まあ、一応、頭の中で軸がどこら辺にあるかぐらいは見といた方が、まあ、より正確な気持ちの絵が描けるんかなとは思うんですが、まあ、とりあえず、さっき言った通りな。はい、まずこれしゃくれグラフから書いた、これ y イコール 2x 2乗を引く 2x 足す4と、うん、で、まあこちら、まあこれね、軸の位置はさりげに見ているんだが、仮に分かってなくても解けるからな。はい、これ y イコール x 2乗足す 2x 足す1と、まあ、いうふうに出てきましたと、まあ、いうことになる。で、囲む面積はこちらですが、よいしょ。はい。まあ、境界線2本ですから、まあ、あとはまあ、楽ちんちんですね、これね。よいしょ。にゃーと。はい。で、そんでもって、交点をチェキラーします。はい。交点いくよ。はい。交点の座標は、ね、2x2 乗。まあ、これはどんなやり方で解くやつも絶対やんなきゃいけないから、まあ、パパパーってやっちゃいますが、はい。これ立てて、まあ、方程式を解いてあげれば、まあこういう形で二次方程式が出ますよね。ですから、x-1、x-3 イコール0と出る。よって、x イコール1、3で交わると、まあ、いうことがどうもわかる。うん。で、これね、実はリアルな現実を言うと、ね、はい。まあこれ、こっちのグラフのですね、こう、まあちょっと上がっているところで、まあ、こんな風に貫いちゃうんだろうなと、まあ、いうような絵が本当は正しいんですが、じゃあ今こいつ解くときにそこまでいるかっつったら、これで十分じゃないでしょうか。はい。まあだから、まあ何言うてんのかって話ですけど、まあ1と3で、そこまでのリアリズムはいらないんだよ。これで x イコール1、3と取ったところで面積一緒ですからね。うん。はい、あとはとどめを刺す。放物線と放物線で囲まれたやつ、これは私が6分の1公式2号というところでもう出せるやつですね。だからレインボーはいりません。はい、というわけで、ね、まあ、計算していきます。簡単に終わります。はい、いきます。6分の1公式、ただしx2 乗の係数の差っていうのをまあ前に書く。だから2-1をこちらにつける。で、まあ3-1の3乗ですから、すなわち6分の8、すなわち3分の4という形で the end ということになりますね。はい、これからね、練習問題あと3台ほど乗っけてますし、まあ追加することもあり得るんですけれど、まあ、図紙ですよ。ちょっとこちらの意識をですね、高く持っていっていただければと思います。公式はあくまで最後のシュートですが、まあ、それまでのビルドアップができてなければ、ストライカーも生きてこないということになりますよね。はい。じゃあ、引き続き頑張っていきましょう。